川畑は、藤原北景館院流、重野井流の公家である。平安時代末期の県大納言、重野井実国の次男、三二、藤原高清をを外する。価格は、ウリン家。価格は、神楽。江戸時代の家禄ははじめ百国、後に百五十二国。戦国時代木富の頃に一時中絶する。江戸時代になって、寺明院、元寺の子、義州が入り再興される。 幕末、明治新時の10分は、内大臣三条、佐熱務の逸尾。三条耳は実刑に当たる。母親戦争では、近畿奉行を務め、江戸会場に当たっては、東西大総督である、有栖川の宮たる日と新郎ともに、江戸城に入城した。明治維新後は、東京府県小三寺、内務省兼少書期間を経て、英国に留学。同じく、 英国留学組で旧日向田高鍋藩主家の秋月主事ととも英国議会で貴族が上院議員になるなど国家、社会上の役割に注目する。帰国後、1873年、山内と余生、大木町金田,田、平松時奴らと議会開設に備え通り館社を設立した。1874年6月、通館社と同様の目的で設立された団体である。 邪行官思考会議が合同する形で、家族会館が発足すると、同会館副館時に就任した。1884年7月7日に、家族例が制定されると、支釈を授けられる。その後、第1回貴族院施釈議員選挙で、貴族院議員に選出された。1890年10月20日、近景館思考となる。郝厚氏は、自重、商店を務めた。 自英は、三条、耳の四男。大正天皇の自従を務めた後、戦後の1949年、昭和女子大学教授を経て、1969年同大学学長、文学博士、日本服飾士を専門とした。君明は、天文学者、名古屋大学理学部教授、同大名誉教授、理学博士、 日本天文学会副理事長などを歴任し、延山宇宙電波望遠鏡計画に尽力したほか、太陽フレア電離層の変動から太陽、南 X 線の存在を予測した。川畑国立歴史民族博物館の急高級量取調べ庁データベースより算出した、幕末期の川畑量は以下の通り。ありがとうございます。